愛してるにゃ、いつでもにゃ、あなたの帰りを待ってたにゃ、遅いよにゃ、遊ぼうにゃ、怒ってる時には来なくにゃ、愛してるにゃ、いつでもにゃ、あなたの帰りを待ってたにゃ、そんなこと言ってるのかな。ねえねえ、もし神様が来て、あ、確かもうすぐ死んじゃうとかいきなり言ってきたら、あなたはどうする？僕は様、神様に君が血は土になるまで待ってと願いをしてみるよ。慣れたくないから、まあ、あのね、僕のポケットの未来を覗いてきっと笑ってくれるから、これはいつかこの先であろう、であったろう、痛みギリギリさ、歌いながら、いなくなったら寂しいよ、だったらみんなの前で話してよ、恋はいけない、ここなんて教えてくれなかったじゃない、子供じゃないもん。 I'm not a kid anymore.